ちは、みおとです。前回ね、エモいの由来をですねご紹介してきたんですけれども、あんな感じでね、世の中には音楽にまつわるトリビアだとか雑学だとかっていうのがたくさんあるわけですよ。そんなトリビアや雑学をですね、ちょっと僕が個人的にププって笑いそうになったものをいくつかご紹介していこうかなと思っております。中にはね、有名なものもありますので、聞いたことあるよっていう方もいるかもしれませんけれども、よかったらね、この動画を見て覚えて帰っていただけたら幸いでございます。まあ、帰っていただけたらっていうか、今家で見ていたらね、どこに帰るんだっていう話なんですけれども、ということでね、まずはジャブ的なものからねご紹介していこうかなと思っております。まず1個目、本当にくだらない話なんですよ。ドレミの歌ってあるじゃないですか。ドはドー、夏のドー、レはレンタカー、レンタカーのレ、レモンのレだ。なんだレンタカーのレって。僕もね、よく小学生の時とか鍵盤ハーモニカで弾いていたんで、その、音階っていうか、なんていうの、その、ドレミファソラシドで、歌えるんですよ。ドレミドミドミとかね。レミファファミレファとか。でね、ドはドーナツのドーでしょ？最後、ドーでしょ？いい？これをドレミファソラシドで歌うよ。ドレミドミドミ、いや、ミやんけ。それだけです。だから正確にやるんだったら、ドはドーナツのドーになっちゃうのさ。なんて気持ち悪い。まあ、続いての雑学なんですけれども、いや、さっきの雑学なのか、完全にネタだな。まあ、次はハッピーバースデーの歌あるじゃないですか。皆さんがね、誕生日になるとよくハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア田中っつってね。なんかこの曲って世界で一番歌われている歌らしいんですよね。それはね、365日毎日誰かがこう誕生しているわけですよ。そんな中、誕生日も迎える人がいるわけであってね、そのためにこの曲が歌われているわけですよ。そりゃそうですよね。一番歌われていると言っても、まあ、おかしくはないと。でもこの曲ってもともとバースデーソングじゃなかったらしいんですね。もともとはグッドモーニングトゥーオールっていう曲で、アメリカで幼稚園を経営していた姉妹が、なんか朝毎日こう出迎える曲といいますか、生徒たちを気持ちよくこう教室に迎えるために作った曲がこの Good Morning to All っていう曲らしいんですよ。だけどその曲が数年後に2番でそのハッピーバースデー to you が付けられたらしいんですよね。そしたらこの途端に一気にそのね、ハッピーバースデー to you の2番がこう世界中で流行り出して、たちまちそのハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデーディア田中が世界でね、こう一番歌われる曲になったということらしいんですよ。だからもともとはこの誕生日ソングではないということですね。 YouTube でね、 Good Morning to All ってね調べれば原曲聴けるので、よかったら聴いてみてください。メロディー全く一緒ですから。そんな感じでね、みんなが小さい頃から聴いてきた、そんな曲にまつわる雑学が結構多くて、例えば曜日の歌あるじゃないですか、英語のやつ。タンタタンタタン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 タタ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 って、一回はね、幼稚園とか保育所とか、まあ、最悪小学校とかでね、聞いたことがあると思うんですよ。僕世代だったら NHK とかの英語で遊ぼうっていう曲とかで、一回は聞いたことあると思うんですよ。でも、この1週間の曲って、まあ、1週間だから日曜日から始まって、土曜日から終わり曲なんですよ。これね、面白いことに木曜日が2回あるんですよ。今の曲に歌詞をつけてみると、サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、サーズデー、サーズデー、フライデー、サーターデー、チャンチャチャンチャチャンになるんですよ。だからその木曜日が2回入る部分って、あれ？おかしいなって思った人だったら、なんか適当にフンフフンフフンみたいな感じでごまかしていた人もいると思うんですよ。でも実際は木曜日が2回入るらしいです。これは単純にリズムの関係上入れざるを得なかったらしいですね。続いてずっとね、歌に関する話ばっかりになっていたんで、楽器にまつわる雑学も一つ。皆さん、ピアノってあるじゃないですか。あれ正式名称じゃないの分かりますか？さあ、正式名称なんだ？ピアノフォルテ。残念。皆さんはピアノフォルテで学校とかで学ぶと思います。違うんです。ピアノの正式名称は、グラビチェンバロコルピアノエフォルテ。らしいんですね。で、最後にもう一個、ピアノとは別に楽器の雑学を一つ。僕が担当している打楽器、まあいろんな種類の打楽器ありますわね。スネアとかバスドラとかシンバルとかティンパニとか木琴、鉄琴、たくさんありますわ。そんな打楽器の中でですね、この打楽器の名前が由来となったお菓子があるんですね。さあ、そのお菓子とは皆さん何でしょう？シンキングタイムスタート。
はい、終了。正解はどら焼きです。どら焼きを知らない人はね、いないとは思います。そのどら焼きのどら、はい、ドラの部分ですよ。ゴング、まあ見比べてみたらね、形が似てるじゃないですか。そういうところから、まあドラ焼きってついたらしいんですね。まあ諸説あるとは思いますけれども、この説がどうやら有力らしいです。はい、ということで本日は音楽にまつわる雑学をご紹介してまいりました。皆さん知っているもの、知らないものあったかと思います。明日からね、知らない同級生とかに自慢してみよう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。